どうもフリーマンことアー谷川です今回ですね焦りを見する世界のお困りの勢力中国と核が必要な日本その104ですおうちとしては<ー>急いで対応しないと2024年の日本大使館は飽きてしまうというところなんです前回続き世界のお困りの勢力の話です概要欄の動画をご覧いただくとより理解が深まるんですがここまでに触れたロシアウクライナ兵にも絡みますが世界のお困りの勢力は 病気、食料、戦争なども含めてさまざまな計画を立てて、彼らの人口削減、お金儲けのために動いていることを前提にしてご覧ください。2023 28年9月28日 アサゲービズで埼玉県川口市のクルド人問題が取り上げられクルド人はトルコや中東などを中心に推定3,000万人以上いると言われ日本には2,000人住んでいますがその3分の2の約1,300人は埼玉県川口市やその周辺地域で暮らしている内容でした。 最近でもクルド人関係のやらかしっっぷりが目立てていてジャーナリストの石井孝明さんが今年6月48日に「X」で投稿したものでは整備不良が原因であろうを建材を載せたトラックが高速道路で事故を起こし自称ジャーナリストのクルド人が日本へのクルド人浸透計画の方法をなぜか石井さんに伝えていました。 この日本への浸透方法については日本人との結婚によって家族親族を呼び寄せる方法を取ろうとしていましたこれは中国も同様の手段を使っているのを自分も聞いたことがあるのでおそらくそれと同じ手口でクルド人は日本へのサイレントインベージョンをしようとしているのではないでしょうかちなみにこのクルド人の件で TBS がやたら必死になっていて今年6月8日の「報道特集」では埼玉川口 クルド人とヘイトというタイトルでクルド人を擁護する内容を報道正直川口市川口市議会議員に陳情請願政策提言なども必要ですがそれと同時に「報道特集」の番組スポンサーにお問い合わせして広告収入と番組制作費を減らす方向で動くこともすべきだと思います日付は9月29日ですが ミシガン州でトランプ氏が自動車産業の労働組合員などに演説。私はアメリカの自動車産業の労働者味方である。アメリカを再び偉大な国にしたいと考える人々の味方だ。バイデン大統領は電気自動車を押し付けているが、それはアメリカの自動車産業の死を意味する。私は自動車産業が滅びることを許さず。 かつてなく反映させるバイデンはトラック運転手にオール電化を強制するそのトラックはパワーがないディーゼル燃料のトラックが2000マイル走るのに対して300マイルしか走らないまたバッテリーの占める割合が大きいので輸送する荷物のためのスペースはほとんどない全てクレイジーだなどと述べましたまたバイデン大首長の外国企業からの献金についてジョー・バイデンが手を汚したのは 外国から現金を受け取るときだけだ。 実際ににはかなり頻繁に行われています私たちが見ているものに基づくと想像以上に頻繁に行われている誰もが想像するよりもずっと頻繁であるしかしバイデンの家に抜き打ち捜査が入ると思うかバイデンはメネンデスを赤ん坊のように見せるだろう家宅捜索は3週間もあれば十分だから彼が何を掃除したのか見てみたいものだジョー・バイデンは自分の家族を豊かにすることしか考えていない私は あなたの家族を豊かにすることに関心があると述べましたこのトランプ氏の演説を聞こうと組合員が長い列を作っていました最近のトランプ氏は4年間にわたって世界のお困りの勢力を突き上げ続けてきて彼らが自己紹介しつつ ブーメランを飛ばしてそれがぶっ刺さりさらに彼らのつながりもバンバンバレているので今年6月8日の段階でトランプ氏の有罪判決にしても裁判での陪審員が判決が出る前日にトランプ氏が有罪判決を受けることを予告したことをバらし見事に炎上その判決が出てからトランプ氏は今年11月の大統領選への献金が4億ドル集まっていました。 日付は9月29日ですが自民党の二階俊博元幹事長が 福島第一原発の処理水問題についてお互いに科学的かつ理性的に問題を処理しなければならないと強調それを中国の建国記念日にわたる国慶節と日中平和友好条約締結45年を祝う行事に出席した際に述べていました現在パーティー券問題で追い込まれ引退することになった二階元幹事長ですが今の国会は明確なスパイ防止法がないために与野党問わずに お困りな国会議員が多いことがよくわかる話ですこれも同時ですが中国北京の複数の地区で公務員に給料を支払うために借金が必要な状態が発生北京の純粋区や商兵区など4つの区では税収難のか公務員の賃金を支払うために外資系企業の存在により高い税収がある徴用区から借金をしなければならない状態でしたしかも北京以外でも 江蘇省の省と南京市では去年5月末に公務員への給料支払いができなくなりこの状況が4ヶ月続いていました広西治安ン族自治区の慶輪市山東省などでも同様の事態が発生していました2021年後半から公務員への給料削減のニュースが出ていましたが去年後半から今年に入ると中国の地方公務員が 半年給料がないといとう状態にまで発展おそらく現在もっとヤバい状態になっていると思われますこれも同日ですがカナダの主要学者のウィリアム・マキサ博カスの発言動画 X で拡散マキサ博カスはあの病気とターボがんについてターボガンは妊婦にも発生している12歳の子どもにも発生した多くの子どもたちがなっているため注意喚起のために私は多くの症例を報告している白血病も あの病気ワクチン接種者に発生しており数時間から数日で死に至るイギリスロンドン大学セントジョージ校に勤めるダルグリーシュー教授は警鐘を鳴らしてくれている彼は安定したがんの安定したがん患者があの病気ワクチンのブースター接種を受けた後に突然がんが制御不能に増殖するのを目の当たりにしている医師は声を上げることでワクチン接種を たためめらわせるる原因だと迫害されるため多くの主要学者が沈黙してしまっているなどと述べましたこれも同日ですが在日中国人のための新聞の中国建国74周年の記事に創価学会が お祝い広告を載せていたことが X で拡散総合学会の話はすでに前回までの動画で話した通り1960年代から総合学会と中国の関係は始まっていてさらに池田大作名誉会長は世界のお困りの勢力の一つで世界経済フォーラムとつながる彼らの人口削減 金儲けのの考えの一つであるこれ以上人口が増えると経済が成長しない考えである成長の限界を1970年代に発表したシンクタンクのローマクラブの名誉会員ですそういう意味では自分が提唱する法則の一つお困りの方たち同士は惹かれ合うがここでも発動しています。そのの学会が支持母体の 公明党の山口夏夫代表は9月28日にホテルニューオータニ東京で行われた日付は9月29日ですがドイツが中国に対し非常に重要な決定をしていたことが判明9月中旬時点でドイツ開発省は 中国財務省に対し中国への振興融資を永久に停止するという連邦政府の決定を伝えていましたドイツ開発省のスウェンやシュルツェ氏は我々はもはや中国を発展途上国として扱わないしかし中国は重要なパートナーであり今もそうであると述べました 実際これ以降のドイツは中国からのデカップリングを始めていて2023年のドイツの対中貿易は輸出入ともに大幅に減っていて中国への輸出が973億2,000万ユーロ。 輸入が1557億3700万ユーロと輸出入ともに大幅減でしたまた今年1から3月はアメリカが中国を抜いてドイツ最大の貿易相手国となりましたただドイツ自体は微妙な立場で今年4月13から16日にショルツ首相が中国を訪問しましたが中国側が機械製造自動車クリーンエネルギー デジタル化、AI ななどのの分野に大きな協力の余地があるとしましたその上でドイツの自動車会社や DHL といった運輸会社が未だに中国国内に拠点を作ったり競争力強化のための取り組みを今年5から6月に行っているので。 ここここはどううかと思うと思ろですこれも同日ですがイーロン・マスク氏がテキサスの国境地帯を視察その様子を生配信し不法移民の惨状をネットに流しましまた最近のマスク氏はこの立場変えておらず今年6月3日のロサンゼルス・タイムズの報道では今年5月にシンクタンクで世界経済フォーラムのページにも載る「 ミルケン会禁にマスク氏が出席その際に私は移民を強く支持しているが審査を受けていない移民を大規模に受け入れることは災難を招くだけだだから私は合法的な移民を大幅に促進し南部の国境を安全にすることに賛成だと述べました去年9月の段階でマスク氏はテキサスの国境の惨状を見たことでそれ以降に移民に関するスタンスを変えて現在に至るまで 一貫してこの類の発言をしていますこれも同日ですが前回までの動画で触れた自民党の麻生太郎副総裁の公明党がん発言について公明党の石井啓一幹事長は自身の発言をよくお考えいただきたいと述べ不快感を示しましたネットでは見事に炎上しましたが実際法案審議などで公明党が邪魔になるケースは自分もリアルネットで見聞きしているのでそういう意味では公明党側にブーメランがぶっ刺ささっ ている話ですこれも同日ですがトランプ氏がカリフォルニア州で公演当然ながらここでもトランプ氏は大人気で公演では大集中を非難同州が犯罪天国になっていることに触れ私なら略奪や窃盗をすぐにやめさせることができる。ももちろんもし 店を襲ったなら射殺されることを覚悟しようその店を去る時に撃たれることになるからだと述べ最近ではこの時以上に目も当てられないほど症状が進んでいる大集長について誰かバイデンがスタート地点にたどり着けると思っている人がいるか言いたいことはこの男はステージから抜け出す方法も見つけられないってことだいいかこんな馬鹿げたステージ 見見たことないだろう見たここととなないい。だろは左に歩けば階段そして右に歩いても階段があるそしてこの男は立ち上がる「ここはどこだ?」一体ここはどうなんだと述べながらフラフラして出口が分からず迷う大集長の真似をトランプ氏は行い会場では大歓声が起きました。 ちなみに大衆長は今年6月の G7 サミットにおいても同じような徘徊をしています。日付は9月30日ですが、世界のお困りの勢力とのつながりがあるケビン・マッカーシー会議長が珍しくまともな指摘をしていて、フェンタニルのほとんどは中国から始まり、我が国の南部国境を通ってやってきて、1日に300人のアメリカ人を殺している。メディアは共和党が民主党に追従し、この危機を無視することを望んでいる。これ そこそがワシントンの悪いところだなどと述べました実際中国からのフェンタニルは現在も入り続けていて今年4月16日のロイターの報道では中国がフェンタニルの生産に助成を出していることをアメリカ議会が確認していましたこれも同日ですがスウェーデンが移民が多すぎるために移民削減政策を進めていることが X で拡散検討されている項目としてはスウェーデン市民権取得要件の厳格化 スウェーデン市民権を取得するためにより厳しい要件を課すことにより市民権の価値を高める市民権を取得するにはスウェーデンでの長期居住の要件を強化する。 市民権取得のためにはスウェーデン社会とスウェーデン文化について一定の知識を持っていることを要求する市民権取得のための自活要件を設定する市民権取得のプロセスに面接スウェーデンへの忠誠の誓いまたは同様の儀式的要素の要件の導入スウェーデン国内に居住する外国人の家族に対する入国要件を厳格化する 外国人居住者の家族の滞在許可を拒否できる年齢制限を18歳から21歳に引き上げ、こういったことを今年9月30日までに 整備するかどうか最終報告書が提出されます実際去年11月の段階でスウェーデンは移民が家族を帯同することなどを厳しくしていて現在のヨーロッパもドイツイタリアフランスなどはそういう方向に傾いてきていますこれも同日ですがインド洋の島国モルディブの大統領選の件が x で拡散選挙は10月1日に行われましたが野党の親中派の モハメド・ムイズ氏が新インド派のモハメド・ソリフ氏に勝利さらに今年4月21日に行われたモルディブ総選挙ではムイズ大統領が率いる与党人民国民会議が単独で3分の2超の議席を確保これにより対中接近が進むんですがモルディブはインド洋の真ん中にありマレーシアインド中東 アフリカにもアクセスしやすい国ですそれが親中派の政権に乗っ取られるのでここはよろしくないんですこれも同日ですがアメリカ共和党の28人の上院議員がウクライナを資金援助することに賛成票を投じたことが判明正直彼らは世界のお困りの勢力の人口削減金儲けの手段の一つ戦争に賛成しているお困りの議員だという自己紹介をしていました 最近では日本もウクライナ支援を続けることがニュースで報じられていますが日本のネットでも世界のお困りの勢力の傀儡であるウクライナを支援することに非難の声を上げている方たちも増えてきている状況ですここまでが104本目ですが105本目も引き続き世界のお困りの勢力の話をしていきます最後までご覧いただきありがとうございました自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて 現状よりもどうすれば良くなるかについて話していますもしよろしければチャンネル登録それからグッドボタンを押していただければ幸いでございますまたお会いいたしましょう